はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は緊急放送ということで、はい、カッピーさんの家にお伺いさせていただきました。いや、でもカッピーさんお久しぶりです。いや、そんなことないよ。昔はだってこれ毎日会ってたから。まあね、昔と比べたらね。そうそうそう。でもその昔もう 2,3 年前よ。もうそんな前だっけ、うん、僕が初代マネージャーとして携わらせていただいた時、ほんと毎日のように会って、で、まあナンバーラインが結構こう会社も大きくなっていって、はい、それに伴ってナンバーラインの社長ですよ。ああ、そうです。自己紹介しました、はい、あ、してないです。じゃあちょっといつものやつやってみますか。いつものやつやってください。あ、はじめましての人もそうでない人もこんにちは。漫画大好きっ子38歳ナンバーラインの小林です。まあ、微妙な空気セットでやってもらってるんですけど、はい、今はあの LINE 漫画で青天のデルタ V っていうカッピーさん原作の漫画、まあ漫画っていうかウェブトゥーンかを連載させてもらってるんですけど、まあ、会社がちょっと大きくなっていくにつれて、さすがにちょっと現場から離れていかなくちゃいけないっていうことで、まあマネージャーも初代の僕から2代目3代目と今変わってるんですが、たらい回しに、いやいや、たらい回しじゃない、キングボンビーみたいな感じ、いやいやいや、パスされてってるけどね、キングボンビーじゃない、もう福の神みたいな形でね。ちょっと最近カッピーさんがね、もう働きすぎでですね、仕事が来るわ来るわで、もうでもそう、まあ、あのそうだよね、連載今むしろ少ないと思うんだけど、うん、ちょっとね、本当勘弁してほしい、仕事をセーブしてほしい。いや、でもめちゃくちゃ断ってんじゃん。知ってるでしょ。まあね、嬉しい悲鳴といえば嬉しい悲鳴なんですけど、まあ、ちょっと仕事がめちゃくちゃ来てる中で、あの今のままではちょっと回らなくなってしまったので、うん、マネージャーを4代目を募集するってわけではなくて、もうこれからはチームナンバーラインとして、そのチームでカッピーさんのマネジメントだけではなく、まあ、プロモーションだったりとか、まあ、そのなんていうの、全力でサポートを、まあ、していきたいなと思っていますと。で、なので、チームメンバーを増やしたいと。そうですね、若いパワーが足りないよね。若いパワーそうだ、いや、こう見えてっていうかあれです、もうおっさんなんですよ。38歳、37歳です。37歳で、松本さんいくつだっけ。35歳です。いや、もうおっさんなんやわしはおっさんなんやまあ別に年齢は不問だけど、もちろんもちろんもちろん、はい、まあちょっと話が脱線しちゃったんですけど、うん、というわけで、その何年ぶり、3年ぶり2年ぶりぐらいかな、2年ぶりぐらいですかね。だから新メンバー募集。そうです、チームナンバーナインとしてカッピーさんの、まあ、マネージメントだけではなく、まあ、本当にサポート全般っていうのの新メンバー募集したいと思います。2年ぶりお願いします。というわけで、この動画ではですね、どんな人に来てもらいたいかっていうところをカッピーさんにね、ちょっとヒアリングできればと思ってるんですが、難しい、本当に。だからそのマネージャーって何するんだっていうのが多分ほとんど分かんない、うん、その漫画の編集者とかは大体やること分かるじゃん、うん、そうだね。でもあの漫画家のマネージャーって普通いないからさ、うん、その何をしてるかはそもそも分かんないと思うんだけど、うん、普通の連載漫画は普通にやるじゃん、うん、それはその集英社とかさ、小学館の編集者とスケジュールこうやって打ち合わせしてってやってる、うん、それ以外の全ての仕事よね。うんうんうん、最近だとどんな仕事がありました？あ、だからその出版社が不在の、うん、あのこう、あの案件っていうと、あの主にあの原作版左利きネレン。はい、原作版左利きネレン。そもそもナンバーナインはその原作版左利きのエレンの、うん、あの配信をやってくれてる会社なので、うん、で出版社じゃないから、うん、その編集者がいない、うん、だからその左利きのエレンで広告案件やりたいとかの時のスケジュール管理、まあ、そうですね、窓口対応っていう形ですね。まあ、あのカッピーさんのスケジュール管理だったりとか、スケジュール管理だけじゃなくて、その取材当日のリマインドだったりとか、うん、高確率でカッピーさん寝てる場合が多いんで、うん、起こすとか、うん、起こすとか、あとはその請求書とかをカッピーさんの代わりに送ったりとか、うん、カッピーさんが漫画を描くことに集中してもらうために、うん、カッピーさんが漫画を描く以外のことをできるだけ巻き取っていくってのがいいのかなと思ってて、うん、ただその場合によっては取材とかでこういう写真撮ってきてほしいとかも多分出てくると思うんですよね。俺に漫画を描かせる。うん、そうですね、大事だ。そう、ほっといたら、うん、あの目先のことだけやるじゃん、うん、マジで毎週のようにいろんな案件が来るから、うん、でもそれをちゃんとその取捨選別というか、そのちゃんと、あの、なんていうんですかね、選びつつも、まあやっぱカッピーさんに左利きのエレンを書いてもらわないといけないので、まあ僕個人としても左利きのエレンのファンで続編は見たいし、まあ会社としてもちょっと書いてもらわないと困るみたいなのはあるから、そうですね、まあ、まさにそのカッピーさんのケツをね
叩いてね、そのカッピーさんの言うことを何でも聞くというよりかは、なんかカッピーさんとの対等なパートナーとして、なんかそのカッピーさんが輝く、まあなんていうのかな、道を作ってあげるっていうのが、まあ、仕事になるのかなと、うんうん、意外と難しい。そうなんですよね。どういう人が向いてるのかわかんないんだけど、だから小林さんみたいな人なんだけど、うん、小林さんみたいな人はさ、うん、いないじゃん、あんま。そうだね。やっぱ意外とっていうか、そのだから結局すごい優秀な人を求めてんだろうな。マジで。そうですね、うん、まあでもなんだろうな、そこはナンバーナインとしてもサポートはしていきたいなと思っていて、そのじゃあ僕みたいな人って何かっていうと、まあ、まずその左利きのエレンが大好き、うん、大好きで、左利きのエレンで人生が変わったから、なんかその恩返しをしていきたいと思ってる人と、あとはその、まあ、なんか戦略立てたりしてこちらの方から提案する、いや言われたことをやるだけじゃなくてこっちから提案してプラスワンの価値を出すっていうのが結構僕がやってたことだと思うんだけど、うん、でもそれはどちらかというとチームでやっていこうと思ってる。そうっすね。だからまずはその、まあ、チームメンバーの一員となって、当然その新しく入るチームメンバーもそのプラスワンの提案っていうのは入ってほしいんだけど、まあ、まずはプラスワンの前に言われたことをできるっていうところがすごい大事なのかなとかは思って、うん、まあ、一人じゃなくてチームでなんかこうカッピーさんを輝かせることができるといいのかなっていうふうには思ってますね、うん、で優しい人、優しい人、うん、なんかそのでもあとね、すごい端的に言うと、うん、変にビビんない人。ああ、そうね、ちゃんとそのカッピーさんにビビりすぎちゃうとね。俺怖いですか？ちょっとノーコメントで。なんか意外とちょっとそのまあ多分年齢もあると思うんだけど、いやてか尊敬が強いんじゃないですか、やっぱただのファンだとやっぱその神みたいになっちゃうから、神の言うことは絶対みたいになったらやっぱちょっと怖いっていうよりかはね、萎縮しちゃう部分。まあまあ、そうね、だからまあ、そのために俺はいつも鼻毛をわざと出したりとか、寝癖をつけてたりとか。もう人間のダメなところの塊みたいな方ですね。そうですよ。ファンでありながらもカッピーさんにちゃんとダメなことはダメって言えるってのが大事で、朝は起きてくださいっていうことをきちんと言えたりとか、まあ、朝起きるっていうか、うん、撮影時間に起きてくださいっていう、うん、っていうのが、そこの距離感マジで難しい。マジで難しい。でそれってさ、うん、自分がミスしてないのが前提じゃん。まあそうね、ミスいっぱいしてるやつがさ、うん、なんか言ってきてもさ説得力ないじゃん、うん、はいはいはい、っていうか君さ、君も寝坊したよねとかさ、なんか君もさみたいになるとややこしいから、なんか、だから本当ミスしないでほしいんだよね。ミスするとさ、うん、やっぱりさ本人も言いづらくなるだろうし、うん、そうね、関係がどんどんなんか悪くなるから、うん、ミスを見つけるのがうまいじゃん、うん、あだから柳レベル。あミスしてると思ったらミスしてますよって言うじゃん、うんうん、けどそれで多分それが多いと、うん、多分ちょっと萎縮しちゃうよね、うん、怖さにつながるから、丁寧な仕事ができる人でカッピーさんにちゃんと意見が言える人、そんな人を求めてます、うん、最近思ったけど、やっぱ最初のうちはちょっとベタ好きじゃないけど、うん、その、うん、しばらく本当になんか用なくても行動を共にしてもらった方がいいかもなと思って、なんでかっていうと、はいはいはい、その俺が何してるか分かんないじゃん普通、うんうんうん、そのどんなスケジュールでさ、うん、この時間何してるとかって分かんないと、うん、なんか俺が嫌なのが、うん、その今すごい時間あって、うん、今ガッと仕事進められるのに、はいはい、仕事に必要な情報がまだ揃ってない、うん、で今もうめちゃくちゃ忙しい時にそれ来ても、そう、いやそれは今できないから逆なのよ、うん、そのなんか俺が今何してるか分かってくると、その、うん、これは明日の朝言おうとか、うん、これは今言った方がいいとか分かってくるじゃん、うん、そこのかゆいところに手が届くというか、はい、スケジュールを毎日同じ時間にペンって貼るだけだったらさ、うん、なんかそれ AI でできるじゃん、うん、でも今言ったのってその通りで、僕もそれをしてたっていう、うん、だからその一旦全部のスケジュール出すけど、ちょっと先のやつはあえて言わないようにして今必要なものだけ送ったりとかはしてたし、うん、まあストレートにそのカッピーさんってこれぐらいの時間に活動してるなってのをある程度理解してたから、うん、もうこのぐらいの時間には連絡しないとか、それが普通の人と違うけど、うん、カッピーさんだったらこの時間だよねとか、うん、結構何も言わなくても飯食ってたもんね。
いや、そうなんだよね。だからその俺とある程度仲良くならないとちょっと難しい仕事かもしれない、うん、カッピーさんは後輩の面倒見はいいでおなじみのカッピーさんですか、ね、後輩の面倒見はいいよ、うん、そのちゃんと素直に聞くなら怖っ、何今の誰、なんか顔出したよね、何かが顔を出した、ちょっとこそうだね、だからなんか素直で、うん、素直なやつ、素直なやつ、うん、ウェルカムって感じですかね、はい、あとは、はい、あのエレンへの愛情があって、でそのそれだけじゃなくて、そのエレンのためにもカッピーさんのケツを叩ける、うん、で本当にその二人三脚のパートナーとしてやってくれる人がいいなと思ってますんで、はい、あの我こそはという方がいましたら一旦ナンバーナインの方で面接をさせてもらって、うん、最終面接の時にはカッピーさんにも出てもらいたいなっていうふうには思ってますんで、はい、うん、でも思ったけど、その俺多分ね、その今まではなんかその申し訳ないというか、その俺のことを手伝ってくれてるからなんかあの本当に申し訳ないなっていう感じだったんだけど、ただやっぱりそのやってもらおうとしてる仕事の内容を見ると、これできるようになったら超優秀だと思うんだよ。あのよく周りの人にあのこうこうこういう人材をマネージャーにしたいんだけどって言うと、それマジであの広告代理店のエースですよって、広告代理店のエースレベルを今求めてますねって言われるから、あのいや今そうじゃなくていいから、そのでもそうなってくれるように育てるというか、今まではなんかあの手伝ってくれてごめんねみたいな、あの思ってたけど、次来る人は本当に育ってほしいと思うから、ちゃんと言うし、その怒んないよ別に、俺圧かけないから、高一でいうところの3ぐらい、ね、そう高一でそのなんかチクッと言うよねチクッと言う、でも8なんか出ない、あ全然絶対出ない、8なんか全然出ない、そんなの8なんか出ない、うん、ナッツンが喜ぶレベルは、ナッツンが喜ぶは絶対出ない、全然いいかな、お変態レーダーは怖くないの、ただおじさんなだけなのよ、おじさんってうるさいじゃん、はいはい、おじさんになったなって思ってる、だからその全然その変なあの怖い思いは絶対しないと思うけど、そうですね、チームでもやっていくから、その一人でお願いするっていうよりかは、そのチームで、まあもちろん僕もあの会社の代表としてサポートはしていくし、今その動画撮影の先にね2人ぐらいいるんだけど、そのチームナンバーナインで1人じゃないあなたは1人だけじゃないよっていう形なので、まあそうですね、はい、なんで一緒にそのカッピーさんのサポートをしていって、さっき繰り返したけど対等なパートナーになっていけるといいのかなと、そのマネージャーだから下とかじゃなくて、もちろんそのなんだろうな、対等なパートナーとして僕らが頑張るからカッピーさんのそのがもっと頑張れるし、でカッピーさんが頑張った時に僕らが頑張れたよねっていう風に、そういう風になれるといいんじゃないかなと、雇用とかに関してはまたナンバーナインの方でいろいろお話をさせていただくんですけど、基本的には業務委託契約という形で、ナンバーナインと契約をしていただいて、その上でナンバーナインのチームの一員となってカッピーさん、チームとしてカッピーさんのマネジメントを一緒にやっていく、はい、メンバーという形になります。というわけで年齢制限は特にないので、はい、ぜひ応募いただければなと思ってます、はい、どしどしお待ちしてます、よろしくお願いします。